ラキアです。いつもストリートをメインに活動しているので、こういうねホールでやるとちょっとこうなんかドキドキしてしまうんですけども、今日はね2周年、こういう本当の活動、本格的にこう活動を始めてからもう2周年が経ちたということで、今回のイベントを企画しました。じゃあこのプレゼント交換が終わりました。そうですね、階段を外しちゃいましょう。開始するととりあえずセロンテープこれは時間通りですか。11時に開業ってなってますけど、時間はあのかなり30分で短いので、まあ、来た人が準備ができ次第来た人が入れるようにしたいと思います。はい、じゃいや、さっきね、行ったら結構ね、前売りじゃなくて当日券が売れてるんだよ。そうですか。もしかしたら当日券で3、40売れるんだよ。前売りだった人って別だろう。だからちょっとそれがちょっと不安、逆に言うと不安になってきてる。ねえ、別だ。あれ、おじさんに聞いてる。今日はこれせんできない。20年記念コンサート今、町田市民ホール初めて実現しましたね。この曲はちょっとリバックスがありまして、以前あの大手町にあったあのサンキュービルにちょっとライブをすることがあって行ったんですけども、そこはね野外ステージなんですね。でその日ちょっとこう曇ってたんですね。でちょっとこの、まあ、いたずらじゃないですけども、レインっていう曲をねちょっと弾いたら本当に雨が降ってきちゃって、あの機材が大変なことになって途中でライブが終了してしまったっていうことがあったんですけど、まあ、ここはね屋根があるし大丈夫ということで目いっぱい演奏したいと。では4枚目のアルバムからレイに聴いてください。
これね、ストリートでやるとこの強弱がつけられないんですよね。このストリートは結構雑音とかこの車のね、いろんなマフラーの音とかでこうかけたくてしまうので、ね、弱い部分が全部強くなってて、全部強い曲になってしまったっていう感じなんですけども、こうホールとかでね、こうやるときにこう強弱がつけられて、すごくこう演奏して楽しいんですけど、エクスポーション、ファーストラブやりたいと思います。聴いてください。自分のアルバムでね、カッコつけて英語で調べようと思ってタンポポを訳したらダンテライオン出ちゃって、そうそうそう、ライオンじゃまずいだろうと思ってっいや、癒し系なのにライオンが出ちゃったらまずいんじゃないかと思ってやめちゃった時はやめたんだ。そうだね、バンドの場合は結構多いんじゃない、ダンテライオン。そうですか、どうでしょう、改名でも。いやでもひらがなのタイトルの曲ってなかなかないじゃないですか、ジャパンの曲で。ないね、確かにないかもしれない、英語か漢字。そうそう、で決まって全部眠くなるっていう噂があるんですよ。でもタンポポはね、結構うちらの持ってる曲がちょっと違うね、雰囲気があるかもしれない。うん、なかなかポップな感じです。じゃあ聞いてください、ラキラソングことタンポポ。立ち止まるそこには
聴いてて楽しい曲、まあ、自分の中で旬な曲ってあるんですね。まあ、日によってというか、もちろん気分によっても違うんですけども、あるこの時期、まあ、2ヶ月ぐらいのスパンの中でこう自分の好きな曲が、ね、変わっていくんですけども、その中でね、今旬なのが5枚目のアルバムに入っているフォトグラフ、フォトグラフ、ちょっと発音がわかんないですけど、あの写真に出るやつですね。そのフォトグラフっていう曲があるんですけど、もう今自分の中でね、これすごく旬な曲でお気に入りの曲です。聴いてください。5枚目